はいどうも、パルブンテ J リーグサッカーチャンネルのツツです。ということで今回は、長崎対水戸、そして北九州対、東京ヴェルディ、そして栃木福岡対栃木の試合の、プレビューを行っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、とうとう長崎と北九州が、J2 の首位と2位ということで自動昇格に来ましたね。本当すごいですね。ちょっとびっくりな感じがしますけどもね。でも本当ね、北九州も、まあ、正直小林慎二ということである程度やるかなと思って、まあ、サプライズ枠として、見てきたんですけどもね、まさかでしたね。で僕の中でその北九州よりも評価の高かったのが栃木なんですけどもね、まあ言うても栃木もね、まあ評価が高いと言っても、まあ、そこまで上には来ない。ただ昨年よりはいい一桁順位で追われるんじゃないかということで想定していたんですけど、その栃木より上に来たということでちょっとびっくりというか、本当小林慎二恐るべしという感じがしますけどもね。そんな、じゃあ試合の、プレビューの方を行っていこうと思います。よろしくお願いいたします。ということでまず最初は、長崎水戸ですね。まあ、今シーズン長崎はもうご覧の通りですね、もうずっと首位でございます。本当、はい、おかげさまで、はい、おかげさまで本当で、まあ水戸も今シーズン4勝4分け5敗ね、前節ね、アビスパに、後半40分かな、ゴール決めて勝ちましたけども、やっぱりね、強いっていうか粘り強さっていうのは、水戸だけにね、はい、ということでございますけどもね。まあそれはいいんですけども、山口をまあどう抑えるかという話なんですね。山口和真ね、水戸の10番なんですけども、やっぱりこの選手今、もう鹿島からレンタルなのかな、もう完全かな、ちょっとそこが僕もちょっと調べ忘れていたんですけども、でももともと鹿島の選手でして、本当期待されている選手でございました。でやっぱり水戸で本当今シーズン中心として、まあ2トップの一角として、まあセカンドトップみたいな位置なのかな、まあ活躍していますけども、でも本当ゲームメイクもできる、まあ選手でして、時には本当 1.5 列目に降りてゲーム作ったりとかしますし、そういう意味でやっぱ土井翔真に、まあ僕としてはね、プレイスタイルが似ているかな。ただ土井翔真よりもただドリブルとかは上手いなって感じはします。それぐらい本当ね、なんかザ・鹿島の選手みたいなイメージが未だにあるんですけどもね、その山口をやっぱりどんだけ抑えられるか、このアジリティの高い選手をどう抑えるか、そして控えにいるかもしれないであろう、まあ、村田選手とかね、サブにいても力を出せる選手が非常に多いので、水戸はそこをやっぱり見ていきたいなと思いますね。で期待されるイバルボのスタメンということで、まあ、いつも僕が使っているデータサイト、フットボールラボさんのスタメン予想ではイバルボと畑の2トップで来てましたけども、まあ、そろそろイバルボもスタメン復帰でいいんじゃないかなって感じがしますね。まあ、前節コンディションがね、まあ、どうなのかなと思って、まあ見ていたんですけども、どうですかね。まあ、こう一瞬のプレーっていうのはさすがなと思うとこも、あるんですけども、ただちょっとまだトップコンディションではないのかなって感じが個人的にしますね。やっぱでもスタメンで出たら面白い選手と思うので、まあもちろんゲームメイクとかはもちろんそうですけどもね、畑とイバルボの2トップって今まであったかどうかちょっと記憶ないんですけども、でもやっぱり、この2人だから見せれるプレーってあると思うので、ちょっと期待ですね。で、好調大竹がスタメンか、それともということで、まあ、前節も、ゴール決めて大竹選手ですけども、やっぱこの大竹選手の斜めのパスっていうのは非常に、レベルの高いものといいますか、やっぱりこう相手を食らいつく、食いつかせるようなパスっていうのは、非常にうまい選手でございますので、そこをだからどう、ちょっとマイクがすごい映ってる、そこをどう、フェードアウト、そこをどうですね、水戸が抑えるか、そして大竹じゃなくても、まあ、ここでいよいよルアンが出るかどうかね。この間ちょっと ねルアンが出なかったから、山形に負けた、ふざけるなっていうコメントが、なんかそんなコメントがあったんですけども、なんかそんなことは僕は言っていないんですけどね、バカにもしていないんですけども、なんか、ルアンを出さなかったから負けた、なんだ、その山形をバカにしてるのかっていうコメントがあったんですけども、ちょっとよくわからないです、僕は。はい。まあ、ということで、まあ、そこで、まあ、ね、誰がスタメンででも多分今、長崎、活躍できると思いますし、大竹の活躍に即発して、まあ、サイドアタッカーの選手活躍すると思う期待ですね。はい。次ですね、北九州、東京ヴェルディということで、まあ、東京ヴェルディ、まあ、ほんとね、最近調子がいいというか3連勝ですね。で、その前も北九州フレートクと9勝1分け2敗ということでございまして、まあ北九州のこの2敗というのが、どこのチームだったかなーってみんな思い出してもらうと、まあ開幕戦のアビスパと、ね、長崎ということで、北九州は、地元九州のチームに弱くて、で、それ以外のチームに勝てるということでございますので、まあ、関東のチームの方々はね、ちょっと相性的にどうなのかね、結構北九州やっちゃうということで、まあ、見ていっていただいたらいいと思うんですけど、とうとう勝ち点1差まで
本当ね、まあ迫っているわけでございますけども、さあどうだということで来てますね。でまあ東京ベイリー、さっきも言いました、3連勝で5位にということで、本当気づけばね5位ですこのチーム、そういうことで考えるとやっぱりどんだけ勢いが大事かっていうことでございますね。はい。で対して、北九州ですけども、じゃあ逆に北九州はどうなのか、8連勝なんですね、こちらを狙えるのが。まあ本当ディサロ素晴らしいですね。本当なんであんな狭いところでボール受けてゴールまで結びつけれるのかなと、本当不思議でしょうがないんですけど、それぐらい本当ディサロ素晴らしい才能を持った、選手でございます。本当和製インザーギー名乗ってもいいんじゃないかと僕は思いますし、でここにはないですけど、高橋大悟が、最近ボランチで使われているということでございまして、ここずっと触れてなかったんですけどもね。でも、本当ボランチとしてやっぱりあんだけね、ボランチの低い位置からドリブルが仕掛けられる選手がいるっていうのは正直やっぱり特別ですよね。だいたいボランチって言ったら、まあ守備の腕白なんか腕白まあ、いいかですね、まあなんだ何を言ったかで、そうドリブルですね。だからあの低い位置からドリブルを始めれるっていうことは、やっぱりそれだけカウンターの、決まる確率とか精度っていうのが非常に高くなるかなと僕は思うので、あの位置にねスピードのある選手、ドリブルが高くてパス、決定力非常に高い選手をボランチにいるっていうのは大きいかなと僕は思いますね。で首位が入れ替わる可能性ということで、まあちょっと長崎のサポーターからしたら、おやって穏やかじゃないねという感じかもしれませんけども、まあでもね、北九州やっぱり追う側っていうのが楽なんですね。駅伝とかもマラソンもそうなんですけども、追われるよりも追う立場が結構楽だったり、します。で本当長崎としては結構プレッシャー感じてると、思うんですよ。でまあ今のとこね、長崎としては、アウェーで2連敗中ということ、徳島と山形アウェーで連敗してるので、そこはやっぱりね、アウェーでここ1回勝って、まあ、ちょっとこの嫌な流れ、アウェーでの嫌な流れを切りたいかなと。まあここまで2連敗を前節、断ち切れたので、今度は本当アウェーでの連敗というのを止めて行きたいなって感じがするんですけどもね。そういう意味で北九州が追う立場ということで、若干楽、気持ち的には楽なのかって感じが、しますね。ということで次アビスパと栃木ですね。まあちょっと福岡としてはまあご覧のような成績になっておりまして、まあ次栃木戦なんですけども、どう見ますかね。やっぱり僕の中で最初も言いましたけども、栃木は今シーズンサプライズ枠だよということで、まあ間違いなく一桁順位に来るんじゃないかと思ってましたが、しかしまあ現在11位ということで、まあどうなんだろうってまあ思って見てみましたけども、でも栃木はやっぱりね、秋元とか瀬川選手の調子が良さそうな気が僕はしてるんですよね。まあ全試合見たわけでもないんですけども、やっぱ見た試合でいうと、この秋元瀬川この2人は非常に、調子がいいので、やっぱそこにね矢野貴章とかね、まあちょっと活躍はちょっとまだ現在してきていないですけども、エスクデロとかその辺が絡んでくると、栃木もねまたこれからどんどん上がってくるのかなっていう感じはまあするんですけども、さあいかにということで、まあ現在6試合負けなしなんですね、栃木も。ちょっと意外な感じが、サプライズ枠に上げといてあれですけども、まあ意外な感じがしますけども、まあ、ここまで3勝3分け、この6試合の内訳っていうのがね、やっぱりそれだけ栃木安定した戦いができてきているよということでしょう。で、対する福岡ですけども、3連敗、まずは失点しないこと、これは当たり前ということで、現在ただね、2試合連続で、試合終盤での失点が、続いている状態でございますので、やっぱり最後までプレーを集中して、まあ、切らないこと、集中を切らないとか、集中力を切らないことですね。なのでやっぱり前の試合も、前の試合などのレビューでも言いましたけども、やっぱりみんな選手がちょっと頑張りすぎていて、もうカウンターになったらゴール一直線みたいな感じになっているので、やっぱりためが作れる選手ってどうしても必要かなと僕は思うんですね。まあ、ゴールに向かってね最短距離でシュートを放つのももちろんいいんですけども、そこにやっぱりもう一人、例えば遠野選手が中央突破でカウンターかけた時に、もう一人ぐらいやっぱりね、せめてもう一人、多ければ二人ぐらいね、この遠野選手の近くでサポートする選手が欲しいんですけども、ちょっとこの距離感っていうのが、ありすぎているかなって感じがしますので、まあ遠野選手がスタメンかどうか分かりませんけども、まあいずれにせよね、ボールを持ってる選手に対して、ちょっとサポート距離を近くした方が全体的にいい気がずっと僕はしています。はい。でファンは中心はあり、心中ありかということでございますけども、やっぱりね言いましたけど、やっぱためが作れる選手、違いが作れる選手が欲しいんですよね。で確かに最近のスタメンを見ていると、まあファンもスタメンで出て来てましたけども、ただやっぱりここ数試合の全体的なメンバーを見ると、本当縦に仕掛けられる選手、スピードがあって、一人で攻撃を完結させれるような選手が、多いですね。まあ遠野選手、戸谷選手とか石津選手とかもそれに入るんですけども、ただやっぱりね
サッカーというのはチームでやるもんでございまして、でやっぱりね、一人で攻撃を完結させること、そしてこの長谷部監督のサッカーっていうののコンセプトからすると、まあ確かに、まあ縦に早くっていうのは大事なんですけども、あまりにも全員が同じプレースタイルすぎるというか、変化が加われる選手がいないので、ファンマンみたいな、まあ、ためが作れる選手とかがいれば正直全然違ってくると思いますし、でやっぱりファンマっていう選手はやっぱり、器用な選手でございます。結構ね、こう体格とか、まあ、カードの多さから荒っぽいようなプレーも多いんですけども、ただ周りを使う気の利く選手でございますので、まあ、正直やっぱり、まあ、得点こそ多くは取れてないファンマ選手でございますけども、ただやっぱりファンマを中心にした方が僕はチームとしてはね、味が変わっていい方にプレーが進むんじゃないかなと僕は思うんですよね。やっぱり遠野選手を軸にっていうのは確かに分かりますし、遠野で点を取るっても分かるんですけども、ただやっぱり今のところ遠野と、まあ、上後とかの組み合わせだとどうしても遠野選手にかかる得点への負担っていうのは非常に大きいので、まあ、マークする側としてもやっぱり遠野とファンマのコンビの方が嫌だと思うんですよね。なので、まあ、心中っていう言い方はちょっと大げさかもしれないんですけども、まあ、でもやっぱりファンマを中心にした方が僕はいい気がします。本当に同じようなプレースタイルの選手がスタメンで並んでも相手としては守りやすいかと僕は思いますので、はい。まあ、ということで、今回、プレビューということでやってきました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。今度は多分、帰り道やれるんじゃないかなって僕は、思っております。本当この帰り道、まあいいや、話す長くないそうなんで、はい、ということで、さよなら。